おっす、皆さんどうも、なにわのひむろっくです。いつもご視聴いただきありがとうございます。さて、いつものお店にやってまいりました。今日はもう晴天、すごく気温もあったかくて最高の日和となっておりますが、私の心は風にさらされ、はい、というわけでですね、近頃めっきり絶不調、3回しかパチンコ屋さんに行ってないのに13万6000円も消えたというわけで、昨日はですね、久しぶりのオフ、この薄汚れたハートをね、泉佐野の綺麗な海を見つめながら洗い流されて、まさにつきものが取れたように、今日は自転車もすごく軽快に走れまして、体調も戻りました。というわけで、ヒムロックただいま覚醒状態でございます。覚醒状態と言いましても、いつものお店は間違いなくいつも通りの状況かと思いますので、今日も今日とてディスクアップ実践というわけで頑張っていきたいと思います。で、一つ気づいたことがありまして、なんでこんな負けるんかなって、思いを巡らせてみますと、負けてる時の自分っていうのは、とにかく設定のせいにしがちなんですよ。思考回路が、どうせ設定1やのに種もみやのになんでこんなことやってんかなとか、そういうネガティブな心理が働くと、どうしてもやっぱりインスピレーションが伝わってしまうと思うんですよ、第二。ですから今日はですね、もう設定とか抜きで、自分の野生の勘を信じて打ち込んでいきたいと思います。それと、これコメントでご意見いただきたいんですけど、このいつものお店には、何気に、すごく癖のいい台が1台だけあるんですよ。まあ、設定はね、多分ずっと種もみだとは思うんですけども、出るときすごい出る。で、出ないときもそんなね、マイナス5000枚、6000枚とか、大負けする率が低い台があって、で、出るときはしっかり出るっていう台があるんで、それをね、1ヶ月打ち続けたらどうなるのか企画をちょっとやろうかなと思ってまして、もしコメント欄で好評のようであれば、次回からそれをやろうと思っておりますので、ぜひ皆さんのご意見、コメント欄でお待ちしております。よろしくお願いします。はい、そんなわけで、早速、今日はね、もう条例もなしで、覚醒タイムもしなくてももう今覚醒してるんで、このまま入りたいと思います。そんなわけで、ディスクアップ実践いきたいと思います。おっす！なんかいい感じにグッときてるんで、しかもほらリセットしてないんでね、とりあえずもう設定は横に置いといて、上がり調子の波だけさらっていきたいと思います。押す。まあ設定はね関係ないといえ、やはり乱数調整をしっかりと行っておかないと大やけどしちゃうんで、皆さんもぜひね、乱数調整だけ怠らないようにお願いいたします。よし、それでは本日よろしくお願いします。うわー、リールがマイゲームバウンドストップしますね。これマイゲーム激アツ抽選してるっていうことで、おおすげえ。まあまあまあ。へっへー。わからんでー。よし。なんでよ。青いきます。おー、よし。直接狙います。いやー、すごいな。赤いきましょうか。あー、寒いな。なんだとじいさん、翔ちゃんの弟子になりたいだと。そりゃえらく熱心じゃねえか。しかしな、チキやー大会でしょ。ちょっと空いてるな。そのも。やった。ウィッグでお願いします。ああ。ぶとしし頼むわ。まあさっきは言いましたけど、コメントでね、もう回さなさすぎとかね、もう歌う方がええとかね、そんな舐められてね、ここで弾くわけにはね、まあただ、やめ。明日私は旅に出ます。お疲れ様でした。情けない男ですね。全ツッパー1万回転いけよと。そんな声が脳裏に浮かびます。ただですね、ここ4回の実戦で16万ぐらい消えてるんですよね。そして自分の友達もこの前ディスクアップで10万円なくなりましたと、まあご連絡をいただきまして、一体どういうふうにしたらそんなに1回で消えるんだと聞きますと、もうまさに今日の自分のような展開で、当たってはハマり、1回当たっては大ハマり、1回当たっては大ハマり、この繰り返しで10万円が消えたらしいんですよ。そんな話を聞いちゃうとね、もう40ですし、さすがにね、それだけは避けたかった、そんな思いです。まあでもなかなかきついですね。マルハンさんって3月、まあ、決算月じゃないですか。どうなんでしょう、赤字なんですかね、やっぱりね、コロナ禍の影響で。となるとですよ、この決算月はちょっとね、さすがに大還元セールっていうわけにはいかないでしょうしね。まあその辺りを考えると、やっぱり自分の場合はね、まあ、いろんな考えがあっていいと思うし、回せっていう人のあれもよくわかるんですけどね。でもやっぱりね、あかん日は何やってもあかんちゃうかな。たとえ出てもそれはほんまにただの結果論やと思うしね、あかん時はスッと引くっていう形でやっていこうかなと思います。はい。それと朝お伝えしました通り、ちょっと癖のいい台が1台だけ確認できますのでね、まあ、今日は全然稼働してないんですけど、もし皆さんがやってくれというご意見が多かったらですね、1ヶ月同じ台を打てばどうなるのか、このシリーズをスタートさせたいと思いますので、今回の動画のご感想と合わせて、ぜひご意見のほどお待ちしております。なかなか大変ですけど、なんとかやっていきたいと思いますんで、応援のほどお願いいたします。あとですね、ブリさんの動画を見たいっていうコメントも結構いただいておりますので、日常系チャンネルの方でですね、グリさんの動画をなるべく編集は最小限になっちゃいますけど、何せ今のペースでもういっぱいいっぱいなんでね、編集に凝っちゃうともうねずりなんで、日常系チャンネルの方でグリさんの動画をまあ短い分数でもちょこちょこ上げていこうかなと思いますので、またよかったらそっちの方もご登録のほどお願いいたします。はい、そんなわけでまたお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。